エルスワース中心街カムデンナショナル銀行沿いの車の往来メイン州では成長速度の高い都市である1851年総監のエルスワースアメリカン新聞社インディアンポイント保護地トレイル市内にある田園ブトビチエルスワースはアメリカ合衆国メイン州南東部のハンコック郡に位置する市であり同軍の郡庁所在地である2010年の国勢調査では 人口7741人だった。2000年から2010年の人口成長率は20%近くあり、州内では最も高い成長速度の都市となっていた。歴史的な建物や、そのどころもあり、人気のある観光地となっている。パサマコーディ族インディアンの歴史によれば、エルスワースのある地域には、パサマコーディ族とペノブスコット族インディアンが住んでいた。 両部族はアルゴンキン語族として密接だったが人類学者は一般にパサマコーデ族を言語的にマリシート族と結びつけペノブスコット族はアベナキ族と結びつけているジョージ・ジェバーニーが1886年にボストンで出版したメイン州の地名辞典のハンコック軍の部では次のように書かれているペノブスコット湾とペノブスコット側について初めて はっきりと言及したヨーロッパ人は1556年のフランス人探検家アンドレ・セベットだった。イングランド人探検家のマーティン・プリングとウェーマス船長が1603年と1605年に湾岸を航海し、フランス人デモンが1604年と1605年に海岸の一部を探検した。ウェーマスの遠征隊にいたデキシカ・ロジエがティアシマ・サラフェアを探検し、 ブルックスビルの目立つ岬で泊まり、そこはロジエ岬と呼ばれるようになったという伝承がある。彼らはそこをインディアン部族が占有しているのを見出した。インディアンはパサマコーディの水域の者たちと共にカヌーで長距離を移動することが注目された。それらインディアンの一般的な名前はエテクミンだった。デモンはフランス国王の名で権利主張し、 カトリックの様式に従って十字架を立て、その国を赤木と呼んだ。1759年にジェームズ・ウルフ将軍によって、ケベックが落とされるまで、この名によりこの国が続くことになった。ウェーマスが1605年に来たとき、彼も国王ジェームズ一世の名でこの地の権利を主張した。こうして、ヨーロッパの二大勢力がハンコック軍地域の権利を主張して対抗することに、 なり、戦争状態が続いたために、メイン州の植民地時代を通じて、未開の荒野の状態が続くことになった。1613年、フランスがマウントデザート島のサムズサウンドで、植民地を設立した可能性がある。マダム・ド・ゲルシェビルの日ご下にエルスワース地域と現在のユニオン川流域となっている場所を探検した。バーニーは、エルスワースに近いところにある。 種のフランス人開拓地があったと考えている。例えばトレントン、オークポイント、ニューベリーネック、サリーなどである。17世紀を通じ、さらに18世紀、イングランド人からフレンチ・インディアン戦争と呼ばれる完結的な戦争にも発展した。インディアンはローマ・カトリックに改修したものもおり、フランスと同盟してイギリスと戦ったが、それも1759年に、 ケベック市が陥落するまでだった。イギリス、フランス、スペイン、ポルトガルが調印した1763年のパリ、条約以後、エルスワースは、マサチューセッツ湾直轄植民地の一部となった。エルスワースの近代市は1763年頃に、ユニオン川地域の開拓地に、現在の南メインとニューハンプシャー州から起業家、ベンジャミン・ミリケンとベンジャミン・ジョイが率いる。 イングランド人の一体が入ったことで始まった。彼らは地域の木材と水力を活かすためにダムと製材所を建設した。マサチューセッツ植民地がハンコック軍地域への入植を奨励するために提供した土地払い下げに応募した。歴史家のアルバート・エチ・デイビスは1927年にルイストンで出版した著作エルスワースの歴史の中で この初期遠征と現在のウォーター通り北端の点として知られるものに言及し、ユニオン川を渡す橋のすぐ南を開拓者が建てた初期の原始的な建物があった場所としている。ジョージ・ジェイ・バーニーは、マサチューセッツ植民地による土地払い下げの手続きを次のように説明している。この軍で最初の土地払い下げは6つのタウンシップであり、それぞれが6マイル四方。 ペノブスコット川とユニオン川の間にあり、マサチューセッツ植民地議会からデイビッド・マーシュ他に、大使6年以内に各タウンシップあたりプロテスタントの60家族が入植するなどの条件で与えられた。この払い下げ地はバックポート、オーランド、ペノブスコット、セジウィック、ブルーヒル、サリーと呼ばれた。ユニオン川の東にあった別のタウンシップ6カ所も、 同じ条件で払い下げられ、そのうち三つは、ハンコック軍内にあった。すなわち、イー・ベンソーン・ダイク等に払い下げられたトレントン、デイビッド・ビーン等に払い下げられたサリバン、バーナード・総督に渡された、マウント・デザートだった。サミュエル・リバモアが測量を行い、川の両岸に三つずつタウンシップがあったので、川の現在の名前を持つようになった。1773年、エルスワースで、 初のスクーナー船が建造された。この船は町の著名人、ベンジャミン・ミリケンとベンジャミン・ジョイの娘たちにちなんで、スーザンとアビゲールと名付けられた。この船は毎年に新ンド諸島に航海する時に、松材の屋根板と奥材の樽板を運んだ。20世紀に入る頃に、様々な大きさの多くのスクーナーがユニオン川沿いにあるエルスワースの造船所で建造された。 アルバートチ・ H. デイビスは、18世紀の後半に、エルスワースは、ユニオン川開拓地と呼ばれ、東はサリー、南はトレントンの開拓地に接していた。後に、プランテーション第7号に編成され、ボードイン及びニューボードインと呼ばれた。1798年長の住民が、サムナーという名前で法人化することを請願した。しかしその名前はすでに現在のオックスフォード軍の、 開拓地に使われていたので、1800年、マサチューセッツ植民地議会により、エルスワースという名前で法人化された。この名前は1787年の憲法制定会議にコネチカット州の大議員となり、当時は新しいアメリカが州国のために憲法策定を行っていたオリバー・エルスワースにちなむものであり、エルスワースは後に、 アメリカ合衆国最高裁判所主席判事になったものであり、最初にアメリカ合衆国という国名を提案したものと考えられている。デイビスは1770年代後半にユニオン側開拓地に対するイギリス軍の襲撃があり、土地の牛を挑発しようとしたものだった。しかし、アメリカ独立戦争の間にエルスワースの地域で記録に残される戦闘はなかった。 1838年、エルスワースはそれまでのキャスタインに代わって、ハンコック軍の軍庁所在地となった。1838年に建てられた軍の建物は、今も残っており、ユニオン川の西岸、ブリッジヒルにある。1859年、町の人口は4009人であり、産業としては9つの製材所、2つの製粉所、1つの川なし芝、1つの素面機、 一つの製刀所、八つのレンガ工場、十三の造船所、五つのバケツ製作所、二つの刃物工場、一つの馬車製作所、八つの箱製作所があった。歴史家のアルバート・デイビスによれば、1860年から1865年、エルスワースから南北戦争に653人の兵士を送り出した。当時地域の有権者として847人の 男性しかいない時のことだった。軍事訓練がユニオン川の西岸、ブリッジヒルの軍建物の前で行われ、現在は南北戦争記念碑が置かれている。1869年、エルスワースはメイン衆議会により、市として法人化された。最初の市役所はハンコックホールであり、メインストリートとスクール通りの角に立っていた。この建物は1933年、 エルスワース大火によって破壊された。1888年、エルスワース地域に電気が通った。1896年に、議論のあった選挙によって、エルスワースで二人の警官を指名する結果になり、その互いが相手を逮捕すると脅した。1907年、ベンジャミン・ミリケン・ユニオン川ダムの一つがあった場所で、エルスワース水力発電ダムの建設が始まった。このダムで、 市のすぐ北に、現在のレナード湖が作られた。20世紀にエルスワースで、最初の災害は1923年の大洪水だった。春の増水がダムを越え、金属製のユニオン川橋を流し、ディリゴ劇場、鋳造所、多くの山橋と倉庫など川沿いの多くの建造物も流した。この災害で、エルスワースの輸送中心としての優位性を終わらせることになった。 現在あるコンクリート成京は1924年に付け替えられたものである。1933年エルスワース大火がユニオン川の東岸、エルスワース中心外商業地区の大半を破壊した。その後の建物はレンガで主にアールデコ城で建設された。特徴あるエルスワース市役所はこの時代のものである。事業地区の外にある古い家屋の多くはこの大火を、 免れたものである。1960年代と1970年代、ハイ通りのエルスワース事業地区が発展した。この通りはバーハーバーからアーカディア国立公園を直接つなぐルートである。現在はハンコック郡で最大のショッピング地区になっている。いくつかのショッピングセンターと大型店があり、エルスワースとトレントンとの市境まで伸びている。エルスワースは 北緯44度34分20秒整形68度28分34秒北緯4 4 5 7 2 2二度整形6 8 4 7 6 1一度4 4 5 7 2 2二マイナス6 8 4 7 6 1六に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は93.92平方マイルでありこのうち 陸地79.28平方マイル、水域は14.64平方マイルで、水域率は15.59%である。市内を流れるユニオン川の航行可能な上限にある。エルスワース滝が氷河作用の証拠として早くから認められ、国定歴史史跡に指定されたアガシスアウトクロップにある。エルスワース市にはアメリカ国道1号、東大退路が通り、 メイン修道では3号線、172号線、179号線、180号線、184号線、230号線が通っている。エルスワース市役所、1935年建設、LLB のアウトレットエルスワース第一、回収派協会、キリスト連合協会の協会以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。